大人エレベーター、それは大人を旅する不思議なエレベーター。その階には風の詩人がいた。松本隆さんにとって青春とは、生きることそのもの自体がなんか喜びである時期が青春だと。詩とは、詩とはね、心の動きだと思う。なんか自分の心の中で動くわけですよ。それを人に伝えたいなと思うのね。こういうふうに動きますよっていう。大人の生、札幌生ビール黒ラベル。